ああ、危ない。今言いかけた。あのね、聞いて。めっちゃ、めっちゃいい海外ドラマ見つけた。フルーか。出た、フルー。フルーか。ネットフリックス、ね、ネットフリックスじゃない。フルー、今期、新作、ペイシェント。びっくりしました。どういう意味このペティエント？ペイシェント。ペイシェント。はい、どういう意味か。患者という意味です。患者という意味です。つまりこの2人のうちの1人は患者なんです。なるほど。うん。で、もう1人は、その患者の、セラピストなんです。おお、うん、なるほどね。話を聞く人ね。そうそうそう。どんな話かっていうと、このおじさんは最あのねどっちかな、私ちょっと分からんかったんけど、その精神科医か、あの心理学の先生、どっちかやね。うん、サイコロジーの、見てるけど違うよね。そうそうそう、サイコロジーの先生やと思うねん。ほんで、うん、その人の、患者が来んねんけど、その患者とのこの先生との2人のもうスリラー、ちょっと怖いんですよね。あれだね、精神的に怖い話なんね。じゃあ、ま、いやもうホラー系サスペンス、スリラー。そうそう、スリラーなんですよね、スリラーね。スリラーって書いてる。そうそう、書いてるよ。スリラーなんですよ。スリラーってそのままですよ。ほんで、ここに書いてあるんですけど、あの患者のサムに捕まるんですよ。ほんで、軟禁されるんですよ。ほんで、俺を治せ言って。俺は壊れてる。俺は病気や。俺を治せ言うて、捕まって、ほんで、俺にセラピーせえって言ってセラピーさせられるんですよ、自分が軟禁されてる状態で、うん、で、なんで病気かとサムは自分のことを思ってるかというと、もう人が殺したくて殺したくてしゃあない時があると。で、すごい、なんでこんなんこいつこんなこと言うねんって思って、もうイラってきたら、さっきの話と一緒ですけど、イラってきたらもう怒りが抑えられへん、もうほんまに殺したかったけど今日は殺さんかったみたいなことをね、あのセラピーで言ってくるんですよ、先生に。で、いや、でも先生はそのサイコロジスト、心理学者という立ち位置はあるけど、プリズナーなんですよ、捕まってる人でしょ、もう自分は逃げられない。で、そんな中でこれどうなっていくねんみたいなっていう話なんですけどね。その話とね並行して、その実はこの先生ね、先生っていうのがあのユダヤ系なんですよ、うん、で、あのユダヤ系のアウシュビッツで、その昔ユダヤ人があの捕まってね、あのプリズナーのようにね、収監されてたくさん死んでいったっていう、こう話がありますよね。で、そんな中でね、昔あの書かれた本で、夜の霧っていう日本語の本なんですけど、うん、夜の霧やったと思うんだけどな、違うかな、これは本当にある存在する本ですね。Man's Search for Meaning: An Introductory to Logotherapy っていう、あのヴィクトール・E・フランクルっていう作者の書いた名作がありまして、これ私日本語で読んだんですよ、よりとっきりっていうの。読んだことある？ふみさん。初めて聞いたタイトル。マジか、めっちゃ有名やと思っててんけどな。あのこの夜と霧っていう本の中で、このフランクル先生
はあのユダヤ人としてアウシュビッツに捕まるんやけど、だからこの先生と一緒なんやね、このドラマの先生と一緒。だからちょっとその話を投影するんですよね、自分の話とこのあのフランクルが経験して本で読んだ話がちょっとこう重なっていくみたいな。でこの本の中でフランクルさん何言ってるかっていうと、ここに書いてあるんですけどね、あの結局まあ Google 翻訳すると、人間の意味、人間が生きる意味って何かっていうのをこのアウシュビッツに捕まってる間考えたっていう話の本なんですよ結局。どうやって毎日その囚人として捕まって生活しなあかん、生きていかなあかんっていうところで、こうどうやって人は時間を過ごしたり毎日を乗り越えていくことができるの、もうだってもう希望ないでしょ、明るくないでしょ、もう誰も絶対助けてもらわれへん、でってもこのまま死ぬしかないのに、どうやって毎日生きていけるっていうのっていうことに対して本を書いた作品なんですね。もうめっちゃいいのよめっちゃいい本で、その本を読んだ、難しそうけど、その本を読んだこの先生がね、でもその本の話は途中まで全然出てこないんですよ、途中からその話にちょっとシフトしていく。で、あの途中からもうこの逃げられない状況でどうやってこの状況を解決していくかっていうのを、あのその本を思い出したり、あの自分のこう頭の中であのセラピストと話したりして、こうもう自分の人生を見つめていくんですよね。だから夜の霧と同じことを現代で表現してるんですよ。そのお PK さんがコメント、そう、第二次世界大戦っていう状況やったからアウシュビッツっていうところがあって、ユダヤ人っていう人種やったがために苦しいっていう状況、すごい特殊な状況で、すごい苦しい状況で生まれた作品じゃないですかこれは。でもこのドラマはそうじゃないよ、もう戦争もないし、まあ、ユダヤ人やからといってもう迫害されないことになってる、でも同じように同じユダヤ人やったこの主人公がなぜだか患者に拉致されて、でその自由がない中で生きていかなあかんっていう、同じ状況に置かれた時にどう人生と向き合うか、そしてそのユダヤ教っていうのも実は深く関連してて、息子がユダヤ教にどん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 のめり込むんですよ。でもうついていかれへん、こいつの考え方ついていかれへんって、息子となんて家族といい関係が作れなかったんですね。でそれを後悔したり考え直すっていうことを、この患者と向き合いながら自分の人生と向き合うっていうことをドラマにしてるんですけど、私感動しました。おお、うん、感動する話すごいな。いや今ほらだって面白い話、受ける話、みんなが食いつく話をするのがテレビでしょ。だって今見てください、ふみさんのこのご様子、うん、絶対見ないですよこの人、この話聞いてえ全然面白くなさそう、怖い怖い、重たい、無理無理無理って思うでしょ、うん、その通りですよ。だからふみさんじゃ無理やん、ちょっと俺には無理って思うでしょ、私もこの話聞いたら絶対無理って思いますよ。でもなんで見ようと思ったん、そう、その話知らんかったから見たんですよ。でこの人ね、ザ・オフィスっていうね有名なドラマの人なんですよ、知ってると思うけど、この人の顔知らん、知らん、知らん。オフィスっていう有名なコメディドラマって、このオフィス の主役の人なんですよ。で、あのジョバンニさん、この人のドラマ、オフィスがすごい好きで、で、たまたま、あ、この人の新作やってるでって言って、あ、もう本だったら見てみようか言って見ただけで、まさかそんなね、アウシュビッツの話とか、ユダヤ教の話とか、もう、まあ、心理カウンセラーみたいなのは分かったけど、それぐらいしか情報ない中で見た。だから見れたっていうのがあるんですけど、こんなん全部最初から言われたら見てなかったなって思うけど、それぐらい重たい話題のドラマを普通みんなお金出して作らないじゃないですか、もう今の世の中。だからすごい、あの
野心的な作品やなと思って。どっちかって言ったら、なんかたくさんの人にこうみんなが食いつくようなものを作るんじゃなくて、意味ある作品作りたかったから作りました系なんですよね。だからすげえ、ほんまにもうここ 2,3 年で一番すごいと思った。うん、なんていうの、作品、そのただエンターテインメントじゃなくて作品やなと思った、アート。なるほど。ということで、ふみさんが完全に引いてきたところで私の2つ目終わり